社交ド土偶は宇宙人ではニャーニャーニャかった。今から3000年ほど前の亀ヶ丘文化の時期に赤ちゃん土偶と呼ばれる可愛らしい土偶が作られましたね。1万年という縄文の歴史の中でも唯一の赤ちゃんを表した土偶と言われていますが、 わしに言わせれば本当に赤ちゃんかどうかは怪しいもんだな。でも顔を見れば生まれて間もないようなあどけなさです。これが赤ちゃんでなければ一体何を表しているのでしょうかねそれはの赤ちゃんではなく赤ちゃんのもとなのじゃ。要するにだ種を表した土偶と言えるの。 しかしですよ子種にこんなかわいい顔がついているというのも変じゃないですか昔うちの近所に種さんというおばあさんがいましたけどこんなにかわいい顔ではなかったようなそれを種違いというのだよハハはタマは赤ちゃん土偶の裏側を見たことがあるかなそこには、 面白いい模様が刻まれている。同じ亀ヶ丘文化紀の土偶にわしが混成土偶と名付けた弾痕型の土偶があるのだが実はそれの底にも同じ文様が刻まれているのじゃ。日本の考古学者はこの文様を入り組み門と名付けておるがのう 何か複雑で面倒くさい名前ですね。いやいや、それが日本の考古学者のお家芸というやつじゃよ。日本の学者は何かにつけ難しい名前をつけて仲間うちで喜ぶ習慣があるからな。難しい名前をつけると何かいいことがあるのですかいやいや、名前をつけるだけで 誰もその意味を考えないから彼らを税金で養っている国民や本当に考古学を学ぼうという若者にとってはいい迷惑としか言いようがないでもそれで生きていけるのなら幸せな人たちですね今の世の中本当のことを言う人間が一番嫌われるからこの辺りでやめておくが。 要するに先生先生と呼ばれる者たちは学説に波風が立たない方がいいと言え分けだ。話はそれてしまったが入組門は全世界のの古代文化に広く見られるのじゃ。その入組門が院の時代になると「Q」という甲骨文字で表されるようになる。 文字になったとということは何か意味を持つわけですよねさあよう甲骨文字の「Q」には「絡み合う」とか「まつわる」という意味があたえられたと思われるまあ蛇が絡み合う様子がそのまま文字となりそういう意味になったのじゃがでもですよ 中国で使われていた甲骨文字のと「Q」と日本の縄文土偶の入り組み門と何か関係があるのですか関係は大ありじゃよ。縄文文化というものは陰だけでなく世界中の古代文化とつながりがあった。根性土偶の底にある入り組み門にしても。 その意味はどうやら甲骨文字の「球」に由来するのじゃ。だから「入組みもも絡み合う蛇の意味でありその絡みが解かれて土偶の口から放出されると女は妊娠するわけだから「子種」を表したものとしか言いようがないわなあ。 だから同じように裏側に入り組みを持つ赤ちゃん土偶も子種を表したものというわけだよ。